はい、静かに。はい、中学3年生大輔に挑戦。中学3年やけんね。はい、中学3年対小学5年。でも青帯茶帯な。さてどうなるか、どっちが勝つと思う？みんな、よし、行くぞ。大輔が勝つと思う人。お、はい、日向。お、日向の方が多いな。日向の方が多いな。よし、よし、あとでそしたらみんなでどっちが勝ったか負けたか審判してもらうけんね。分かった？よく見とくようにな。まあ一本とか技ありとかあったらあれやけど、ない場合判定してもらうけんね。みんなよく見とけよ。ぞ、はい、構え、はじめ。よし、立て立て。やべー、お、面白い勝負やったね。よし、判定を取ってもらうぞ。判定取ります。まず大輔が勝ったと思う人、手挙げて。お、人数、お、人数数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14人。14人、大輔14票。日向君、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、え、お前は14人。同点、もしかして同点？塾長？塾長わからん。塾長、塾長はもう両方とも可愛い弟子やけん、もうどっちが勝つとか負けとか言え。延長戦。え、延長戦行くん？よし、延長戦行くか。延長戦行く。よし、ほんな延長戦1分いくな、ほんなら。行くぞ。1分取った方が勝ち。行くぞ、はい、始め。行け行け。はい、ラスト20秒、ラスト20秒。やべー。おー、
面白いねお前ら。すごいね。ひなたくんどうしたん。ひなたくんこっち向いてください。どうしたん。よし、いいよ。もう引き分けでええな。いやな。さすがお前ら勝負師やね。あ、よし、ほんなら大輔くんが勝ったと思う人。え？嘘。お前ら半顔びいきやね、お前ら。ちっちゃいのによく頑張ったって思うやね。よし、日向くんやと思う人。よし、みんな、阪神タイガースファンやね。巨人と阪神やったらどっちが好きかっていうところ。阪神、東京と大阪どっちが好きか。東京はいはい、よし、よろしいね。はい、2人ともよく頑張りました。ありがとうございました。